はい、こんにちは。今日は、立川市の4年生が連合書社展で多分書かされるであろうこの出発というお手本ですね。これが手に入りましたので、少し解説の動画を撮りたいと思います。まずこういうお手本がある場合の読み取り方ですよね。出発って意外と難しいです。この出るっていう字なんですけど、こうまず中心があって、で外形がどういう風になっているかっていうのを把握しましょう。それから1画目2画目のこの角度、こちらに少し内側に入るような感じが見えますよね。でそれに対してこちらの3画目も少し内側へ入ります。で4画目、今度逆ですね、こっち側に少し出てますよね。でここ5画目も出るっていうところで、こういうお腹のあたりがキュッて締まるような、こんな形をしているっていうところをまず頭に入れて、そしてここですね、1画目のこれが一番出てくるように、まあ山2つって思っても山の形がまあ違うんだっていうところを頭に入れましょう。でちょっと隣に鉛筆ですけどね、書いていきます。しっかりと起筆キュッと入れて、1画目太いですよね、太くします。これ鉛筆なのでちょっと細いまま書きますけど、ここからこういうラインに持ってこれるように、2画目はこうしっかり入れたら内側へこういうラインを持ってこれるように、でちょっと反りますね、ここね、反っといて、でこちらもキュッと、そうで右側っていうのは少し出るようにします。で1、2、3、4画目、まあこれのすぐ下あたりですけど入れたら、今度こっち側にギュッと出るようにこういうラインが出ますね。でここまたしっかりこう転接しっかりします。しっかりしておいてギュッと締めてね。でこれをこちら側からまたギュッとこういう感じでね、下少し長くしますよ。でここまたこういうふうに開けるようにしたいので、ギューッとね、反らせます。で出発のパツ、こっちも難しいんですけど、初頭です。これ1、2、3ですね、書き順、1、2、3、4、5、6ですね。これの時はあまりここ反ってるラインが見えないんですけど、少し反り目でいいと思います。そしてここしっかり当てておいて、キューッとこういう感じのラインです。これただのこういうまっすぐじゃないので、ここだけ少し気をつけましょうか。なぜこう上に行くのかって言ったら、まあ上って言ってもね、そんなにこれは上に見えないんですよ。少しこう遠回りしながらこういうふうに次のここの点に向かってきます。この点の向きとかよく見るといいですね。どういうふうな力加減なのかっていうところ、こういうふうに来たらここからこういう形なんですよ。これがただの上からドンって入ってギュッて引いたこういう形ではなくて、ここからこういう風に持ってきた形なので、点の形がこういう風にこちらが膨らんで見えますよね。そういうところを注目できるようになるとすごくいいです。1、2、そして3です。ここは上からギュッと入れて、次からこうストンってきますね。で横に払って、で払った後で2個目です。1、2、3、4、5ですね。でこここうに来たら次1、2、こんな感じで漢数字の2を書くようにギュッと上がって、こっちギュッと、まあ、そこまで大げさに出してるお手本ではないんですけど、線の向き、反る向きって言ったら、これはこう上に上がるのと、こちら側こうやって反る線ですね。で次です。こちらのここ付け根になる部分がちょっと見せるように起筆出してあげて、でこう横へ払うようなイメージで、これ間違ってもギュッてやって下にシュッてやらないことですね。そう、これ下にやってしまうと次のこういうふうに書いた時のこれが地面がね、なんかこう坂道になってるかのようになってしまって、バランス悪くなりますので、しっかり入れたらこれ横にこう行きます。で横、ここからこう遠回りをしてここに来るように、でここも付け根を見せるような感じ、少し見せておいて、そうですね、これは
結構下に普通に下にこう下ろしてる感じですね。こうに書いて内側にキュッてこうにしてもすごく綺麗なんですけど、このお手本に習っていきましょうね。手本があるときは必ずそれを真似て、自己流をあまり出さない方がいいので、しっかり入れたら下に下ろすようにしてこうですね。で一旦ここしっかり置いといて、こう全部持っていくようにね、こう集めるような感じで三角形を作ります。あまりねボサボサってならないようにしましょうね。ゆっくりでいいです。こういうところゆっくりやるようにするといいです。はい、初っていう字が少し難しいですかね。こういうところ、ちょっとね毛筆でもまた取ってみたいと思いますが、あと4年生のこの4っていう字、漢数字もね少し書いておきましょうか。4ですね。漢数字扁平にっていうか、縦幅を短くします。横しっかりこういう風に出してあげて、でキュッとねキュッと締める字です。で真ん中にこう線があるとしたら、真ん中を少し開けといて、ここしっかり起筆、小筆で起筆を出すってね難しいとは思うんですけど、なるべくこういうところを出してあげるようにします。で先ほどもベタっとつけないって言ったようなこういうところですね、こういうところと同じで、ここもあまりベタっとつけません。でこうですね、出ていい方向としたらこちら側縦が出ていいかな。であとここ開けましょうね、こういうところね。で年ですね、こうしといて、こうまあこれわかると思うんですけど、ここに3が隠れてますね。漢数字の3です。線の向きこう上にキューッと反る線と、真ん中の線とこちら側にキューッと反る線、こういうのがここに隠れてますので、全部同じ向きにピッピッピッって同じ線にならないようにキュッて上げて、ここまっすぐで、これこっち側にギューってね。ただ書き順が違うのでちょっと分かりづらかったりするんですけども、ここ3と同じですっていうところと、ここ縦のラインっていうのはしっかりね、しっかりやりましょう。しっかりここ入れます。そう、起筆をまずしっかりやるところと、外形を取ってあげて、初っていう字とかもこういう風になりますよね。下が揃うんだよっていうところ、ここ揃ってください。こういう風になってますね。あと書き順注意しましょう。はい、それでは頑張ってください。